人物金をテキサスへのルークですトランプ前大統領は自身の SNS トゥルースソーシャルでアメリカはトランプ自身が倒したアイシスイスラム国の場所中東全域に爆弾を投下しているそして5日間行方不明になったばかりの 国防長官は病室で彼のラップトップから戦争を実行しているこれは誰も責任を問われたり解雇されたりしなかったアフガニスタンで降伏したのと同じギャングであることを覚えておいてくれそれはアメリカの歴史の中で最も恥ずかしい瞬間だった。現在 ウクライナ、イスラエル、イエメンで戦争があるが南部国境では戦争はないおそれはとても理にかなっている歪んだジョー・バイデンはアメリカ史上最悪の大統領だと、えー、訴えていましたバイデン大統領は昨日、米英両軍がイエメンの 新イラン武装組織フーシの関連施設を軍事攻撃したと発表しました公開で相次ぐ小船襲撃への報復で海上輸送の要所の安全を確保するため追加攻撃を抑止するためとのことですイスラエルとイスラム組織ハマスの衝突に伴う戦火が 中東で拡散していますバイデンは必要に応じてさらなる措置を支持することも躊躇しないとしています風刺を支援するイランの外務省報道官はイエメンの主権と領土侵害保全に対する明らかな侵害だと批判しました米 A からの攻撃が首都サンノアなど73回あったということです風刺はアメリカから攻撃を受ければ報復すると重ねて表明しています中東地域が一段と緊迫し世界経済へのリスクが高まっています米軍は 風刺の無人機や弾道ミサイル、えー、巡航ミサイル、レーダー、空中監視能力に関わる施設に航空機や艦船、潜水艦から誘導弾を発射しました。アメリカ政府は、アメリカは世界貿易と通称の大動脈を保,障する保護する、まあ、歴史的な義務を負っているとして、 敵対するイランを孤立させ他のアラブ諸国とイスラエルの関係正常化に望みをつなぐ主役がありますブリンケン国務長官は11日までイスラエルのほかサウジやヨルダン、カタールアラブ諸国連邦などを訪問し風刺への攻撃を視野に 中東のアラブ諸国の反発を招かないように、中東に手回しをしたと見られています。イラン外務省は、米英両国による風刺攻撃が地域の不安定を拡大させると警告しました。レバノンのヒズボラとイスラエルの攻撃の応酬も激化しており、 新イラン勢力の動きが活発化して中東情勢の緊張がさらに高まる恐れがあります本日国連安全保障理事会は緊急の公開会合を開きますロシアが開催を要請しました安全保障理事会は10日風刺による 航海での船舶攻撃を非難し直ちに提出するよう求める決議を日米英を含む賛成多数で採択しましたロシア、中国など4理事国は決議がイスラエルとパレスチナのイスラム組織ハマスとの戦闘に言及していないとして採決で棄権しました今回の件については トルコも批判していますしサウジアラビアも、えー、反対的な立場を取っていますとにかく戦争が大好きな今の大統領アメリカにとって本当に良い大統領でしょうか以上テキサスのルークでした。チャンネル登録 よろしくお願いします。